どうも、無事国でございます。さて、この宝魔の塔の構想ですね。こちら行ってみましょうか、早速。お。バルロックの最後。なるほど、それは気になるところだわ。また異空間の像があった。よく見ると像の台座には数字が刻まれている。6667。6667。ホーマーを開始すれば瞬く間に王国には魔物が。あー、これバルロックがやったところってことか。だが帝国の侵攻を止めるためにはもはや背は腹には変えられぬ状況。私の理論が正しければ主要都市に設置したオーブで魔素の影響から民を守ることができるはずだ。守れてなかったが、今は何よりも先に帝国の侵略を防ぐために魔物の防壁を構築せねばならない。そして早急に帝国軍に対抗策を練る必要がある。でなければ我が国はいずれ滅亡する。はぁ、あ。わぁ、これがあれか。ぶっ壊した方がいいんじゃないか？異界へのゲートが大きく開いてる。どうやらスピリットの体ではゲートをくくり抜けられないようだ。スピリットの体では、スピリット、肉体が復活する、ことがあって、そしたらってことか。あーん。で、6667ってなんだ？どこで使う番号だ？もういろんなとこでいろんな番号があって、いろんなとこでいろんな番号。あら、そしたらここと、ここあれだなぁ、ないのか。あ、そういえばちょっと前のコメントに、学生寮に関係あるキャラクター連れてったらいいよみたいな話があったんだけど、そしたらあれかな、クレスト、氷魔術師系の、あ、じゃあクレストさん、ちょっと連れてってみるか。レベル12だけど。まあなんとかなるじゃん。じゃあ、ちょっと学院クレストさん連れて、もう一回探索していきまーす。お、ここ抜けられたー。よーし、これで宝が回収できるな。ラミアのロープ、かい。ラミアのロープ、かい。そこまでいいもんでもなかったな。で、ここはこことして、この右側にもあるはず。ここだ。お、クレスト、このダイヤルはまさか。やった。キャッペリン。あの人から連絡が来た。学院を捨ててアルカムへ逃げろという内容だけ書かれた手紙だった。バルロックかな。私にはずっと彼が何を考えているかわからなかった。けれど彼が真剣に王国の未来について考えていることは分かった。無事国か？だから私は今すぐここから逃げるべき。それは分かっている。だけど、私はここに残る。学院生たちは我が息子を優先的に逃がすように伝えてある。あの人の血を引く我が息子クレスト。クレストの父親。この王国が今後どうなろうともきっと王国になくてはならない存在になるはず。王国の未来は息子に託し、私は王国の過去を守る、最後まで。その結果でもクレストも死んでしもてるけれども。開いたーなー、なるほど。ここ登りたいねんけど。ここどうにか、ここどうにか登らせていただくことは叶わんだろうか。この魔女の扉が結局、クレストさん連れてったら開くんかな、この。ああ、ここは特別な鍵がやっぱり必要なんですね。にゃーるほど。したらば、あとどこに行こうかな。ちょっともうちょいぐるぐる探索してみたいと思います。こんなとこに隠しがあった。サンヘイリ。そういえばさっきなんか頭帽子みたいなダメージ出てたな。ちょっと待って、サンヘイリっていうのはまず。通常攻撃時、敏捷プラス40。そこまでか。で、なんかあと帽子みたいな、これだ、キャッペリン。MP 消費 85%。ああ、消費 MP 下がんのいいなぁ。ルピあたりにつけ、もうすでにつけてるなぁ。つけてるな。愛車あたりにつけるか？微妙か。あとはそうですね。お、抜けられた。こっそり出入りし、多分何かあるぜ。今見てきたとこだな、それ。お、スライブやんか。やったぜ。なんかない？なんかない？なんもなさげかい。ただ、ここに捧げられる。ここに捧げると、
ドーンドーンってなって、ドーンドーンってなってどうなるんだろうか。他に回収できるオブあったかな。もうだいたい回収しちゃったんだよね。回収しちゃったんだな。火薬のようだ。これが爆発しそうだな。ちょっと待って、オーブ一旦じゃどっかから回収して、あそこに設置してみるか。よーし、帰ってきたぞ。これセットして。で、あれか。あそこが開いた。で、取っちゃって。これで、一箇所行けるようになった。はず。あ、ここ行けるようになりましたよ、と。なんかあんの？あ、隠しがある。お、やった。学院のベルト。非常に重たいベルトだが、ほにゃほにゃ。ほにゃほにゃほにゃって言ってたね。戦闘中、MP 再生率プラス 3%。あ、そりゃいいね。つけるか。MP 再生率はいいね。ルピちゃんに。MP 自動回復はありがたい。ちゅうところではあれかな、こんなもんかな。もうちょい探索してみますか。さーて、カノンの棺の第三階層の、ここにも扉がありましたね。ということで、こっち行ってみましょうか。お。お？なんだお前やるんか。あ、そういえば今回からバルロックさんの代わりに、サーシャさん連れてきております。サーシャさんもなっけ、なかなかスペックが高そうだったんで、ちょっと一回使ってみるのもいいかなということで今回連れてきておりますが、このザク思いのほか強いね。普通に死んでもうた。蘇生アイテムが、ここに来るまでにさ、無駄にちょっと、沼に落ちまして、死んでもうたんやな。これ足元防具連れてきた方が素直に良かったやつかもしらんな。知らんな、これな。足元防具なくてもいけるとは信じたいが。こういうところとか。こういうところとか。入れへんか。上に行けるが、ちょっと待って。左側は探索できたと思うの、もうちょっと。やっばーやっちまったよ、これ。蘇生アイテムなくなっちゃったの、これで。完全にやってしまった。こっちも、あ、なんか左側にも、お？起動してみる。これなんだ？特別な、また特別な鍵。槍が抜けられる。ダメだな、壁が崩れてしまっていた。やはり特貫工事では無理か。まあ、妹より王国のメールとは別の仕事だ。気づかなかったことにして扉を作ってしまう。ドアノブ？なんだ ?6667。違うか。他の数字は、1040と、2434。どっちも違うだろうな。1040。2343。この番号なんだ？ちょっと一旦帰りたい。魔法陣の近くに出てくれる？ありがてえ。無駄に死にまくってしもうた。この先何が回るんだろうか。この5年でまだ鍵が足りないと申すか。あ、左側なんかあるけど、どっから行くんだこれ。お、行ける。強靭キノコ。そういえば、能力アップ系のアイテム、一個も使ってないな。全部ルジクリに使うか、全部ルピちゃん、あっべ。滑って、普通に滑った今のは。さて、うわ、なんかごっつい乗るぞ。なんだあれ。回復した方がいいか？ちゃんと。お前はなんだ？戦ってみようか。
いやー強そう。普通に真面目に戦った方が良さそうだなこれ。電撃弱体化にはなったが、でこれでここでオラクルとか強い。オラクルじゃなくてもっといいのがあったんだな。どれだっけな。これか。慈悲の雨、魔法攻撃、魔法防御、魔防 SP チャージプラス 10% を自分以外にかける。これはかなりスペックが上がったんじゃないか。スタンしてモーターが、あとなんかドラゴンハート、最大 MP40、 5ターンの間 40% とか。これ一人にしかいけんのよな。ちょっととりあえずもうちょい貯めるかですね。それ100になりましたが、オールライトニング100で使える。なんかすごいなったけど、これはヒステリア。どう、これで味方全員の SP が100にはもう倒してもうて、倒してもうてん。それ結構面白そうな動きできるんだよな。さあ、せやちゃん、ちょっと使ってってもいいかなって感じある。ドラゴンの鱗、あれいきなり上いけないぞ。斧のリーチ、あれいきなり行き止まりだが、ここいける。竜神の槍、左側さっきのマップか。あの扉をじゃあなんとかせんことには。結局この先も行かれへんってことか。これ行かれへんちゅうことか。行かれへんっぽそうだな。ちょっと待って、もうちょい調べます。ここどこだ。いろいろぐるぐる探索。あれ、こんなとこ来たっけ。ここどこだ。非常口、ここ知らんとこな気がするが。抜け道、初めて来たな。見落としてたな完全に。これおよよよよよよよ、新しい場所来た。これこれどこ。抜け道、なるほど。逃亡の記憶、あ、抜け出したってことか。こっから。私の体は薬物で限界を迎え、それでも逃げた。うっすらとした意識の中でもう一人の自分が笑っていた。なるほど。上行ける右は？なんもないの？なんもなさそうだな。敵とかはいないのか、この感じ。いなさそうだね。なんかいるぞ、上に今。なんかいたぞ。お？なんだ？おめあはなんだ？ダストメア。もうヒットポイントが大体の敵化け物じみてきてんだよな。あ、呪いとか。呪い発狂。こりゃしんどい。あんまり戦ってもらえんな。そんなに美味しくなかったし、経験値的にも。なんかレアリティドロップがありそうな気がするけど、こっちは繋がってるだけかな。どっちか一匹の馬を戦わざるを得ないみたいな、そういう感じかな。したらばこっちから抜けて、うわー、まあ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 、めっちゃ突っ込んでくるやん馬。速殺戦闘、状態異常飛んでくる前に速殺。よし、馬し。隠しは何もない感じか。ああ、早い早い。おーっと、危ねえ。どこ、上に行ける。左は？お、アイテム、うわー、突っ込んできたー。
頑張れ頑張れ頑張れ、ガードとかしなくていい、ガードもうとにかく全力で攻めて、全力で攻めて、呪いがめんどくさい。よし、めっちゃ塊魂あるな。どこまで続くんやこんな抜け道。怖い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 、わあ先を読んだかのごとく道を潰される。よーし、スッとスッと、お、どことのショートカット、あ、入り口の方ね、多分抜けたか、つまり抜けた。どこだここ、ん、なんだなんだなんだ、画面が白い画面が白い画面が白い。台座には魔法鍵の鍵穴があるが、合う鍵を持っていない。鍵、ここになんか落ちてる。死の記憶、真っ白で見えなかった。死の記憶、洞窟を抜けると一面の雪原だった。そこで意識は途切れ、私の魂は肉体と分離していった。ここで亡くなったのか。鍵もう今やったらいろんなとこも行けるようで行けないみたいな、そういう感じあるが、困ったなぁ、困ったなぁ、これ、ここ行けない、ここら辺ガラガラなんだよね。あとここも空いてて、もう一回あれかな、いろいろ回ってこないとダメかな。あ、あとあれだな、ちょっと待って、どこだったかな、下水前、下水前か、この右のあれ取りたいんだけどさ、あれってどっから取るんだっけ。王国からまっすぐ下ってくればいいんだっけ、あれなんか取れなかった記憶があるんだよね。王国洞窟からまっすぐ下に降りていけば、隠山したっけか、これなんか違う気がすんな、違う気がしないでもないが、あーってそう。なんでこれ前回収しなかったんだっけ。セラの格好か、なるほど、新しく出たってことなのかな、単純に。いや、これはこれで回収できたけど、あとどっこ行こうかね、これね、ちょっと仲間の加工がの揃い具合ちょっと見てみるか、それもよかろう。迷子です、迷子になりつつあります。揃ってる人おるか、意外、あ、カザク、ゴーストシップを習得しただって。老いたち、私の父は王国防衛協会の黒騎士だった。母は私が生まれてすぐに死んだという。協会の黒い噂を幼い頃から聞かされていた私は王国の兵などになる気はなかった。やがて父は石狩に出航した。王の命令だった。そこで戦いに敗れ命を落とした。私は王国に恨みはない。騎士は命令を遂行するものだからだ。父が死んだのは一種のせいだと思っている。一人残された私はミルドンの危険な男たちと付き合い始めた。怪しげな仕事を手伝い、日銭を稼ぐ日々だった。両親を失い私は荒れに荒れた。稼いだ分だけ酒を飲み、毎夜のごとく女を変えた。しかしいつしか私は娘ができ妻を持った。もとより愛などない。幸せは長く続かなかった。娘を愛するのと同じように妻を愛することが私にはできなかった。妻は幻覚剤に溺れ、中毒症状から精神を病み、やがてマージ教会の教えに溺れていった。これ以上は無理だった。私は別れを決意した。娘は私が引き取り、しかし妻と別れた翌朝、娘はいなかった。妻が連れ去った。すぐ分かった。しかしどこを探しても妻と娘は見つからなかった。私は二度も家族を失った。そして私は自警団に入団した。私は兵士になったのだ。心を持つことのない冷淡な兵士。カザフの娘とか出てきたんかな?長くの時を自警団で過ごした後、不意に娘の情報が舞い込んできた。娘はマージ教会の孤児院にいるかもしれないと。そんな噂程度の不確かな情報を頼りに、私はその日のうちに自警団を辞めた。それが私の人生をこの手に取り戻すための唯一の鍵。そう思うといても立ってもいられなかったのだ。教会の孤児は、教会の巫女となる。そして、巫女たちと外部からの唯一の接触を図ることができるのは、ものは海賊だった。なるほど、それで海賊になったのか。私は昔つるんでいた連中と再会し、海賊となった。
巫女たちの秘密主義は徹底していた。我々海賊とはあくまでも手に入りにくい貴重な品物を取引するだけ。だが取引を続けるうちに私は気づいた。巫女たちは海岸で何かを守る使命を負わされていると。巫女の守っている何かとは、私はある日それを探るために普段は立ち入らない海岸洞窟の奥に船を進めた。これか。それでも岬に近づいた瞬間船が大きく傾いた。フラーケンな。あー、この最後だけ最初にあったけどさ、全く意味が分かんなかったけど、そういうことだったんだな。お、アイシャ、慈悲の炎。使用されたものの炎、使用されたもののほにゃら、慈悲の炎。100使うんだ。跡形もなく消え去ると言われている魔術。さて読んでいこうか。私が処刑を任されるようになったこと、死刑執行人の間で二度殺し。はいはいはい、二度殺しね。魔物化した死刑囚を一度殺してもう一度殺す。三兄弟。三兄弟も倒したな。魔物の汚れた顔が苦痛に歪むのが確かに見えた。ある日村の生活物資の調達のためにミルトン市以外へ入った友人のレナが放火の疑いで捕まったという情報が入ってきた。レナが放火の罪なんて犯す理由なんてない。きっと誰かに罪を被せられたに違いない。私は冤罪を確信した。けれど裁判の判決は死刑。前例がないほど早い判決。何かおかしかった。そして処刑人は私だった。絶望と悔しさで歪んだレナの顔。そして処刑後、レナは魔物化して私は彼女を二度殺した。その後私はレナが罪を被った理由を探りながら処刑後の魔物化を防ぐ方法を探すために人の血を吸うという医師たちについて調べた。これで医師と繋がり合うと。仮想の技術ね。生い立ちみんな忘れちゃう。私の両親はカノンの死刑執行人。私も若い時から自分の役割を自覚しながら生きてきた。死刑執行人は王国の中でも特殊な存在。指定された村での一生をほとんど過ごし、必要以上外部との接触を禁じられていた。処刑自体が忌み嫌われ、その処刑技術も極秘。私たちに許された自由は正確物資の調達のためにミルトンの市街に出向くことぐらいだった。村には年の近い住人はほとんどいなくて、熟練の処刑人ばかりだった。その中でも唯一同い年のレナだけが私の友達だった。私とレナは村で共に処刑の方法を学んで育った。来る日も来る日も人の死を見届けながら。そのレナを自分の手でな。これか。で、最後は、石狩りの黒騎士に。これはあれかな？もしかしてなんか、カザフさんとか、カザフさんのお父さんとかと関係あったりするのかな？時代が違うかな、それは。彼の腹も同時に黒騎士の剣に貫かれていた。どちらも即死だった。なるほど。他揃ってる人いるか？お、ファーナも揃ってる。デモンズ・グラバ・スープ。生い立ち。貧しい漁師だった。父はいつも漁に出ていて、母は家畜の世話。姉は出稼ぎに行ったっきり帰ってこなかった。幼い私はいつも一人で魚を取ったり、槍で動物を飼ったりしてそれを食べたり売ったりしていた。それでも家計は苦しくて、ミルトンやアルカムから来る教会の巡礼者を見ては、その装いと立ち振る舞いに嫉妬していた。私はいつもきっかけを探していた。このクソみたいな毎日を抜け出して、自由で満ち足りた人生を求めて。ある日、教会の巡礼者が巡礼堂で死んでいた。荷物を漁ると魔石と悪魔取引のオーブが見つかった。村の古い祭壇に行ってそのオーブを捧げると、地の底から湧き上がるような声と共に悪魔が取引を求めてきた。私は魔石をすべて渡した。渡して生活用品と交換した。すると悪魔は上機嫌になり、私に力を授け、魔物を殺して魔石を集めてくるように言った。その日からいつも狩る魔物の急所が一瞬で浮き出てわかるようになった。この力を使って魔物を殺す、そう決めた。私は死んだ巡礼者の持っていた古い身分証を見た。そこにはミルトン自警団魔物討伐隊と書かれていた。いろいろな人たち繋がってそうだな。魔石を集めるために私は村を離れ、首都ミルトンを目指した。急所がわかる私は簡単に自警団の魔物討伐隊に入れた。そして魔物を殺して殺して殺しまくった。本部に収める魔石を少しずつくすねて悪魔と取引を続けてより強い力を求めた。だんだんと体が人間じゃなくなるのは感じていた。でも殺せば殺すほど昔の私から遠ざかれる。私はもうあの頃に戻りたくなかった。ある日私は石狩りの隊員として隊員に推薦された。一種も死ねば魔石を落とす。殺せば儲けられる。ただ彼らは人の形をしていて人の話、言葉を話した。そんな時頭の中で響く声が私に囁いた。殺せってね。悪魔か。
私は無我夢中で医師たちを殺した。彼らの異端者の領域に足を踏み入れた頃には魔石は山のように手に入っていた。けれど力は確実に私の体を蝕んでいた。急に魂を燃やし尽くしたような壮絶な消耗感が全身を襲った。その瞬間私の体に元気が走った。うずくまる私をローブを着た医師が放電する手を掲げて見下ろしていた。その男は何かをつぶやきながら私の喉をナイフでかっ切った。私は全てを失い私の人生は終わった。なるほど、壮絶すぎるんだよな全員。というところでまだ全員見てないけど一旦今回この辺にしとこうか。次回どこ行くか考えとかんといかんな。というところでまた次回次のパートでお会いしましょう。またねー。